そこになんかあるんだけど、たまちゃん見つけてくれたけど、あれ何？あ、4分ある、よかった、はい。ここはね、坂本比叡山口って言うんだけど、何これ、何の関係があるの？あ、これ、非常形態、方位を表してるんです。このモニュメントは複線のレール組みの上で未来に向けて回転するイメージを象徴したオブジェ。ああ、オブジェね。先端は比叡山と琵琶湖を指し、真ん中の空間は坂本と浜大津を結んでいます。このレールは明治43年大阪天満橋から京都五条間開業時に京阪本線に使用された創業時のレール、英国から輸入された ASCE 型で軌道での役割を終えた後も京津線、うん、大谷駅のホーム上屋の支柱として働いていました。これが、あ、これね、こんな感じ。へそれではこの京阪の電車に乗っていきます。こっちに乗っていいかな、こっちに乗っていきましょうか。誰、石山友香ってこの京阪電車の駅の名前がついたこういうキャラが何人かいるっていう印象があるんですけど、詳しくない。ここは石山友香って人なのね。わかりました。いや、また雪です。また雪降ってきちゃったじゃないですか。何ここ、これが近江神宮、どここれですね。あ、そっちね、そっちね、はい。古墳がなんか目立ってて。古墳が目立ってるんだけど、王子山古墳、近江大津、大津宮、錦織遺跡。どれが錦織遺跡？遺跡。これらが全部、黄色いとこが全部遺跡ね。うん、あ、へ、ようこそカルタの聖地大津へ。はい、やってきました。大津はカルタの聖地、カルタの聖地なんだって。ちはやふるの、ね、あ、そうだよね、ちはやふるの、この舞台になってるのがこれから行く神社ですね。そうですね、はい、言っちゃっていいの？うん、大丈夫よ。カルタの神社ね。400メートル。ここから400メートルだそうです。はい、ここは何？史跡って書いてある、ね。あ、史跡ね。ちょっとだけ見ようかじゃ。ちょっとだけ見よう。あ、すごいよ。あ、ここね。史跡近江大津の宮 西氷っていうのは錦織じゃなかった、西氷遺跡だって。ここね、西暦667年天智天皇が飛鳥から近江宮を移して造営したもの。ここがそうなんだって、西氷遺跡。へえへえでしょ。なんか飛鳥って奈良の飛鳥、奈良の飛鳥だと思うんだけど、ここにもなんかある史跡近江大津の宮西氷遺跡第一地点って書いてんだけど、何が第一地点なんだろう。あ、こういうのが出たってこと。667年天智天皇は新羅唐の連合軍と対戦、なんかもう呼ぶれてる
突然都を飛鳥から近江に移しました。なんでなの、わかんないけど、なぜかがわからない。この近江に営まれた宮が大津の宮です。天智天皇は律令制に基づいた天皇を中心とする統一国家を作ろうとしましたが、遷都後わずか5年でこの世を去りって書いてある。その後に起きた人心の乱によって大津の宮自体も廃墟となってしまいました。わずか5年5ヶ月の短命の都だって。うん、長岡京より短いじゃん。短いですね。ねえ、なんかね、もう破れてて分かんない。ここだって、ここね。でもこれ、この後にあの石、あそこにね、うん、何、ここも史跡っぽい、史跡っぽい、滋賀皇宮遺跡、滋賀皇宮遺跡、ちょっと、なんかさっきのところをこれだね。でもこれは一緒のことしか書いてないでしょ。でもその戦ったやつは書いてないよ。ここには戦ったことは書いてない。そしてこれは何の遺跡？これ何？柿の本の人まろ。ちょっと待って、これ何に書いてるか分かんない。西氷、古代よりある地名で、古くはこの辺り一帯が西氷郷と呼ばれていました。西氷郷の地名は旗織関係の職務に携わっていた朝鮮半島からの渡来人である西氷氏が奈良時代以前より当地一帯を移住地としていたことに由来しますって書いてるよ。トライ系なんだね。広いんじゃないこれ。なんかあれみたいだね、あの伊勢神宮風だね。伊勢神宮風、広い。これ全部桜咲くのかな、これ。夏はいいかもね、ここね。ほら、階段が見えてきましたよ、階段が。階段登りか今度は。あれ登ったことある？明治天皇陵。何度か。私、昔ね、私まだ行ったことない。ぜひ登ってみてください。あれすごいよね。すごい綺麗ですね。綺麗だよね。しだれ桜だね、あれね。さてと、でもこれ階段登ってこれで終わりかな。これで終わりならいいですけどね。願望だね。まだありそうな予感もするけど。ね、古市大社も広かったから。広かった。すごく広かった。木の鳥居だね。あれ？これで終わりじゃないよね。なんだかわけわかんないけど、これ何の日なんだろうか。何これ、誰？何、安田幸十郎くんが現代に卓越した
ここの文人であったことは今さら言うまでもないだろうって何誰誰だか分かんない私なんかこれおかしくない何それこれほらあの口から出してあそこに入れてるのがおかしい面白い松尾大社も口からチューブが出てますチューブ出てたけどでもこの岩すごくない一つだよこれ一つを掘ってるすごいまた階段が見えてカルタクジだって今度天智天皇ね天智天皇祀ってますよ天智天皇って書いてたね、はい、ほら見てこれあーなんかこれでもさ、うん、あれみたいでしょ平安神宮あ色とかは平安神宮風最近のだからだけどうん、階段2回登りますからねあでもここまで来れるのかも車だったら、ね、駐車場そこありましたもんね、うん、車だったらねたこの階段だけだね予定表予定表本年さんのお祭りそうああ建国記念の日が、うん、神武天皇の、うん、観山と言われ彦の御事の、うん、あだから観山と言われ彦のにちなんだ歌が、うん、ここにねですかね歌ね歌じゃないのかなあ歌っぽく書いてあるよ、うん、バレンタインデーとかも書いてるよバレンタインデー、うん、でも歌っぽく書いてある 歌だよね、うんなんか終わりじゃなかったじゃない階段終わってない、なんかスッとするね割とここね山の上だからかあれだけどほらいいですね、あれ何どうする先にこっちに行く上行ってからこれ見るそうしましょうかうん上行ってみようじゃあれちょっとこのさ狛犬がねえっていうよりも白い狛犬でさこれ何トロ これ入ってもいいのかなほらなんか飛び出てるの狛犬口シシか狛犬うん飛び出してるでしょ珍しいね珍しいです、まあ、あっちもそうなんじゃない多分ね、ちょっと変わってるね結婚式してんのなんかでもこれ何博愛とか書いてるしでほらこういう単語とか昔ありそうじゃないありそう中国っぽいよね中国っぽいほらでこれほらちっちゃい子がいる赤ちゃんちょっとライうちのライみたいな顔また言ってるうちのライみたいな顔うちの猫のライみたいな顔してるこっちはまた違うほらこんな感じ平和だってこっちは平和でこれはこういうのなってるけどね動きます動くちょっと初めて見たかもこの白いの回れるんですねー
長いのこれ、どういうふうに回るってこと？え？どこ行かされるの？また戻るのかな？読めない。聖東洋拝殿からの祈りって書いてる。アリス川の宮様をお祭りしてありました。御社殿をここに移築復元し、先ほどの聖東洋拝殿。拝殿。大正天皇、え、大正天皇とか変わり、読み間違えた。高松の宮様、高松の宮の、うん、ご縁と深い、の人心の、うん、あ、ご成婚の後東京高輪の宮廷内に、ご創建秘殿下ともども日々来参礼拝しておられた、うん、三田まやであります。へえ、とても新しいものです。新しいんだ。じゃあ高松の、で、なんで狛犬一個なんだろう。ねえ、で、これは何なんでしょう。こっちから降りていく。これは何なんだろう。これ何だろう。でしょうね。ここから降りれるの？そして。古代の日時計だって。この日時計は4000年前中国にて主に夜間の時計を、あ、時間を測るものとして用いられたもので、龍の背に等間隔に計14個の銅球が吊り下げられており、糸の下を燃え進む線香の火が糸を焼き切り玉が落下し、下に設けられたドラが鳴って時を告げるものです。この時計は1間隔がおよそ2時間を示すように作られていますって。これかっこいいですね。うん、ほらでね、しかもね、ロレックス製っていうか、ロレックスが寄贈した の、ね、これどうやって時をこれで見てたんでしょうね。ねえ、不思議。ロレックスだって、時計屋さん、スイスのとか言って。この形が大切なんですよね、このオメガみたいな。あー、本当だ、オメガになってるね。オメガですよね、うん、ここの近江神宮にはあの時の神様がいらっしゃるから、うん、クロノスっていう、クロノス、うん、ギリシャ神話とかで聞いたことあるかもしれないですけど、うん、はい、これは本当ここだけなのかな、多分そんな感じがしますけど ね、見たことない、初めて見た。時の神様なんて ね、なかなかいないけど、いないよね、めっちゃ素敵、すごいね、うん、でクロノスについてもっと知りたい場合は、うん、うちのラジオ始めましたので、そちらで、はい、あれ、こっち、さっきこっちだった？あ、ここ行けないの？車のお払い用か、駐車場か、はい、水出てますね。え、何これ、スイス？ジュ
100周年を記念して日本国民のためにこれを送る。これはオメガから送られてますね。これはオメガからだって。これ水時計って言うんだって。水時計だって。どうやって見るんだろうか。漏刻って言うんだ。日本最初の時計の模型だって。大津、大津の宮漏刻を設け、あまねく国民に国に知らせたことは、日本書紀に時の刻みを、寝台に起きて初めて時を打ち、小国、小国、小国を鳴らす、初めて漏刻を用い、天地と日本が漏刻を置かれた4月25日、太陰暦を太陽暦に換算して6月10日と定められましたって書いてある。時の記念日だって。この漏刻の模型は一目盛りがおよそ10分間を示すように作られていますって書いてある。どれが？どこに目盛りがあるの？ないの？どこにある？え？え？あれですか？あれかな？あれで、あれのことかな？ちょっとわかんない。わかんないですね。わかんないです。あとこれね。あとこれが、これなんだったんだ。東京時計製造株式会社って書いてる。東京クロックって書いてる。階段状に並べた水槽を漏刻っていうみたいです。なんか今一番上で水が出てるから、うん、何時一番上にの水が出てるから何時かな。わからない。なにこれ。これもなんか時計？日時計だ。あ、これ日時計？うん。精密日時計って書いてるわ。うん。うん、はい。で、こっちが。これも日時計。この日時計の特徴、これまでの日時計には次の2種類の時差がありました。経度差、うん、近時差、うん、だけど目盛りも等間隔になってるから、うん、誤差が1分程度、うん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 になってるそうです、うん、はい、じゃあ正確なんだ。どう見ればいいかがわからない。どういうふうに見るのかがわからない。わからない、わからない。それ何かな。なんかここにもこれ時計。これも時計だ。洋風ですね。洋風な時計。ああ、そうかもね。これ、はい、どうする？入ってみる？コンビニ中。コンビニ中。時計館。時計館、宝物館だって。何が見れるんだろう。時計かな。ちょっと入ってみようか。こんなすっちゃんだら